ちょっとここで告知を行います。まずは、沢会のお知らせですね。関東地区日本一沢会 in 千葉ということで、まあこちらは12日に申し込みを締め切りました。おかげさまでね、たくさんの方からですね、こう沢会への申し込みがあったということで、12日。 月曜日に申し込みを締め切らせていただいております。で、もう一つ騒いがございまして、こちらがですね、大阪での騒いですね。騒いで日本一集まれ in 大阪ということで、ムスリムの脅威を知り、私たちにできることということで、8月25日ですね。8月25日に行います。13時開始ということになっております。開催場所が大阪市内で、参加費はお一人様2500円。 8月の20日締め切りになっております。申し込み先などは大阪アットジャパンファーストネット。懸命に沢海参加希望と名記の上、氏名、住所、電話番号を添えてお申し込みください。主催が日本第一党大阪府本部。 現場責任者がホンダカになっておりますあ。このね、今出てましたよ。地下が17名ぐらいだったかな。大阪の方も実は17名、もう集まってるんですね。で、20名に入ったらもう20日前でもね、申し込みを切りますっていうね、そういう連絡が来ておりました。まあだからね、まだ申し込みをされていない方はですね、ぜひね、大阪本部の方にメールを送っていただければと思います。まあ詳しいですね。 え、問い合わせ先などについてはですね、日本大使の公式サイト、行動する保守運動のカレンダー、それからドロンパの一人ごとなどで、ぜひ皆さんも確認をなさってください。まあ、この沢会でね、だいぶね、大阪の方もね、盛り上がってきてますので、次回以降はですね、講演会とかね、勉強会っていう形でできるんじゃないかなと私も思うんですよね。え、今後は、増えていいんですよ。増えていいけれども、形が変わっていくっていうことですね。 今までは騒がいで、ちょっとこうお茶を飲みながらみんなでね、時政について語るっていうのは良かったんだけれども、さすがに20人とか30人、40人になってくると、話せない人たちも出てくるわけですね。もうそうすると騒がいじゃなくなっちゃうわけです。だからもうそれだったら、講演会とかね、勉強会にしなきゃいけない。 ということなんですよね。先ほども言ったけど、大阪の方はだから、あと3人で締め切るってことですね。20人になったら、もうその時点で20日前であっても締め切るという話でしたので、あと3人だそうですので、ま、ぜひね、25日の会、大阪沢会に参加される方は、できる限り早くね、申し込みをされてください。こちらに入ってる報告ではですね、半分以上というか3分の2ぐらいが初めての参加だそうでしてね。なんか、本田さんも喜んでましたけどね。 ホンダさんもね、こう本当に喜んでたっていうことでね、沢会とはファミレスとかでやるのでしょうか。ファミレスでもどこでもいいんですよ。